5月17日は、グレゴリオ歴で年始から137日目にあたり、年末まで、あと228日ある。後のニューヨーク証券取引所となる鈴掛け協定が、鈴掛けの木の下で結ばれる、チャスタイズ作戦。画像は破壊された、メーネダム米軍のフリゲート、スタークに、イラク軍機のミサイル命中天然痘のワクチンを、開発した医学者、エドワード・ジェンナー誕生。 作曲家、エリック・サティ誕生。画像は、シュザンヌ・バラドンによる肖像。ジムノペディ第一番を聴く、洋画家、安井宗太郎誕生。画像は、金曜俳優デニス・ホッパール・ネサンスの画家、サンドロ・ボッティ・チェッリボツ。画像は、プリマベーラ・フランスの政治家、タレーラン。幕末の獅子高杉新作結核で病死。新選組局長。 近藤勇斬首低名皇后国際電気通信連合の前身バン万国電信連合発足ノルウェーの検討記念日。ありがとうございます。